はいどうも、りょうへいです。お願いします。本日はタムイスポーツの所沢店の方に来ております。まあ僕キャッチャーじゃないですか。気になるキャッチャーミットが2個あったので、ちょっとそちらを紹介していこうかなと思います。それではやっていきます。はい、ということで今見てきて、とりあえず1個目の素晴らしいキャッチャーミットをご紹介したいと思います。それがこちらです。はい、Z さんの、これは一応プロモデルになるのかな、ヤクルトの中村悠平選手型のキャッチャーミットになります。特徴としてはちょっと大きめのフォルムにかなり深いポケットが作られています。でなんといってもこのバックスタイルです。このなんといっても特徴がバックスタイル、普通のキャッチャーミットとは違ったような、バックスタイルをしていて、この屈曲がしやすいと、まあ、普通キャッチャーミットって全部閉じてるじゃないですか。そこが、まあ、2層になってるので屈曲すごいしやすいよっていうのと、あとは指カバーではなくここに指当てが入っているミットになります。であとはもうこれ公式用なんですけれども、めちゃくちゃ張りが半端じゃないです。えぐくないですかこれで、まあ、あとは Z さんはちょっとここ分厚めかなと思いきや、ここのマチに関してはちょっと細めなんですけど、しっかりとした芯が入ってるので、カッチカチやぞ。え？カッチカチやぞ。え？買って、お値段なんですけれども定価が5万2000円プラス税のところが4万5760円、これ税込みです。めちゃくちゃ安いですねキャッチャーミットとかだと高校生の方って多かったら、やっぱ1年生からキャッチャーだったら2個絶対使うじゃないですか。ってなったら多分2個目のミットとかで自分の方が分かってきたっていう方も結構いると思うんですけど、これって逆に1個目で使い勝手いいのかなっていう、新入生で入ってキャッチャーやりたい子っていうのでとか、まあ、あのポジションが固まってキャッチャーになった子っていうのは本当にまあちょっと大きめでしっかりと深いミットなので、すごい使い勝手がいいので、でなおかつ耐久性も十分あるプロステータスなので、すごいおすすめのミット、まあこのミットに限らずプロステータスはおすすめなので結構いいのかなと思います。はい、じゃあちょっともう1個あったんでね、次そちらの方いきます。はい、ということで今2つ目のミットお借りしてまいりました。なのでちょっと今ここにあるので一気にバーンと出したいと思います。それがこちらです。畠山の心極みっていうのかな、うん、間違えてないです。畠山の中に入ってる心極みシリーズっていうのが、まあ一応書いてあったんであれなんですけど、の甲斐拓也選手モデル、これが旧型の甲斐選手モデルかな、19になる前の背番号が入った甲斐選手モデルです。でやっぱ甲斐選手モデルの特徴といえばその浅さです。僕もまあ持ってるので何回か動画には出てると思うんですけど、これですよ、これ浅い、やばいっすよね、時計面もすぐ見えるんですよね、くっきりと。まあ浅いミット取りづらいっていうイメージ結構あるじゃないですか。で僕いつもちょっとミットのこだわりで言ってるのはこの薄さなんですけど、薄いんでちょっと深くなりやすいっていうのと、ここに当たらずにポケットに入ってくれるので、まあちょっと折り曲げられないですけど、曲げた時に奥行きが出るっていうのが、浅いなりに奥行きが出るのが特徴となってます。でここにプレートが入ってるので、まあ負けないよと、取った時にこうやってスッとプレートの硬さで止まってくれる。で、あとは背面がシェラームーブでしたっけ、ちょっとコーラ柄のバックスタイルに、なっています。で、なんといってもあとはここにありますね、和牛、いいお牛の皮を使っております。なので、まあ、これも本当にカッチカチなんですよ、一切動かない。まあ今ちょっと握らないのであれなんですけど、てかどっちしろ握れないっす、硬すぎるんで。なので逆に言うと下手したら3年間使えるんじゃないかって、2年間ぐらい下手したら使えるんじゃないかっていうミットで、軟式で甲斐選手モデルとか浅い選手の浅いミットの
を使うと結構弾くんですけど、公式だったらまだマシです。僕も公式の時にこの M2 型っていうこれの大元となっている型を使ってたんですけど、まだ弾きづらかったなって、公式の方がまだっていうのがあるので、結構ありなのかなというふうには思いますね。まあ、Z さんもそうですけど、すごい僕の好きなメーカーなので、皆さんもぜひぜひあったらちょっと確認してみるのはありなのかなと思います。こちらが5万5000円で、税込みだと5万7475円ですね。まあ和牛なんでそれなりにお値段はしますし、プロモデル限定品なんでやっぱお値段はするんですけど、本当に長く使えるミットなんで、逆に言うとこれで1個で済めばお父さんお母さんのお財布には優しいのかなと思います。はい、ということで本日は、こちら2種類の、プロ野球選手モデルの、ミットの紹介でした。 Z 畠山になります。どちらのミットも、すごい特徴があっていいミットなので、ぜひ皆さんじゃミットご検討の際は、こちらもご参考にしていただければと思います。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそうそう、多いと思うんですよね。で、しかも僕、あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんないんで、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。